コロオの地は、ゆうずきゆうによる長編警察小説シリーズ。全3作。第1作、コロオの地が、小説や政治代2014年3月号から2015年2月号に、連載、2015年8月29日に、角川から刊行された。暴力団対策法成立前の1988年の広島を舞台に、 暴力団系列の金融会社社員の失踪事件を追う刑事たちの姿や暴力団組織間の激しい構想を描く。第69回日本推理作家協会賞受賞作。2年後を舞台とした第2作、狂犬の目が、小説や政治代2016年6月号、2017年2月号、8月号から10月号に連載。 過失修正を経て2018年3月30日に角川より刊行された。完結編となる第3作、傍庫の牙が岩手日報にて2018年2月19日から2019年1月12日まで連載2020年3月27日に角川より刊行された。東映により第一作、五郎の地を原作として2018年に実写映画化。 コロの地が、公開、続編、コロの地レベル2が2021年に公開された。シリーズ第一作、コロの地を原作として投影により、白石和也監督、役所工事主演で映画化され、2018年5月12日に、公開された。R15 指定。映画の続編、コロの地レベル2が投影により、映画化された。監督は前作に続き白石和也、主演は、 前作で助演した松坂通り2021年8月20日に公開された R15 指定映画続編は原作小説では描かれないオリジナルストーリーとなっている本作のコミカライズがコミックフにて2021年6月4日より連載されている漫画は小林光が担当狂犬の目に関するカテゴリ暴行の牙に関するカテゴリ ありがとうございます。